こんにちは、響きの高橋です。今日は、誰でもできるお休み前のエクササイズとしてですね、明日の朝にはお腹周りがすっきりしているようにできる簡単な腹筋のストレッチエクササイズを教えたいと思います。必要なものはもうこういう本とか、タオルとかですね、そういうものがあればなおいいですね。早速やってみましょう。手を両手後ろについて、こういうエクササイズですね。これでかなり腹筋が効いています。慣れてきたらこのように回してあげて、こうですね。そしたら先ほどのこういう本を足に挟みます。これでこうやると余計負荷がかかります。明日の朝にはお腹周りがすっきりして、良い一日が過ごせるようになると思いますね。お通じも良くなると思いますよ。それでもダメな時には、響きにお越しください。一生懸命私は面倒を見ます。以上です。